ゴディン・ヌーはベトナムの政治家。ベトナム共和国初代大統領、ゴディン・ディエムの実定で大統領顧問を務めた。ゴディン・リの読み方の方が原音に近い。1910年にフランスの植民地であったベトナム的族の家に生まれる。1943年に国立図書館に勤めていた時にチャンレス・ワンと結婚した。 その後勃発した第一次インドシナ戦争後のベトナムの南北分割時に兄のゴディンジェムと共に南ベトナムへ移動する。1955年10月に兄がベトナム共和国の大統領となった後は大統領顧問として秘密警察を使い政敵を弾圧したほかカトリックであったこともあり反政府的な仏教との弾圧もいった。 武力の行使を伴う弾圧を行ったジエム・ヌー兄弟の行動は友好国を含む世界各国から批判を浴びるとともに国内からも大きな反発を受けた。1963年6月、弾圧に対し仏教僧ティック・クアンドック氏が抗議の昇進自殺をした姿が報道され世界に衝撃を与えた。しかし、ヌーの妻であり、 事実上のファーストレディの地位にあったマダムヌーはこれを坊主のバーベキューとテレビ番組のインタビューでグロし国内外の品縮と反感を買った。この発言に対して南ベトナムの支援国であったアメリカのジョン・ F ・ケネディ大統領は激怒したという。いたずらに強権を振るい反感を煽るヌーの振る舞いは目に余ると見たアメリカ政府は GM にヌーの更迭を提言したが拒否された。 これによって兄弟はアメリカ政府に見限られることになった。ズオンバン民将軍による1963年、ベトナム共和国の軍事クーデターの際に、兄のジエム大統領と共に、ヌーはクーデター部隊によって殺害された。国外に逃亡した、マダムヌーはそのまま国外追放となった。ありがとうございます。